毎週木曜日はサンテレビガールズさんと一緒ということで、今日登場しますのは宮内さんです。どうぞ。はい、現在の空の様子は綺麗に晴れていて青空が広がっています。私は今サンテレビの3階バルコニーにいます。サンテレビガールズの宮内愛子です。手元の温度計では22度となっています。この時間は少し風が吹いてきて春らしい気候です。春は綺麗な花がたくさん咲いていますが、今が見ごろの花といえば前田さん、何だと思いますか？はい、桜はこの前終わったところですしね、アジサイはまだですから。あ、サンテレビの近くにね、あのタンポポが綺麗に咲いてるのを確か見ました。見ました。どうでしょう、よく見るタンポポ、タンポポも春らしいんですが、実は今はネモフィラが見ごろを迎えているんです。なるほど。淡路島のイングランドの丘でも今月末まで綺麗なネモフィラを楽しむことができます。園内ではおよそ10万本のネモフィラが咲き誇っています。ネモフィラの他にもアリッサムや金魚草も見ごろを迎えているそうです。今週末のお出かけ先の候補にいかがでしょうか？ちなみにネモフィラの花言葉は成功という花言葉があるそうです。私が成功させたいことは実家の車を一人で車庫に入れることです。皆さんも成功させたいこと教えてください。これ失敗したら大変ですよ。大変なことですよ、大変なことですよ。毎回失敗しますとか言ってね、大変なことなんですけど、平野さん成功させたいことって、うわー、なんやろうな。もう、まあ、何でも僕チャレンジすることが大事なんで、でも成功する前に必ず失敗があると思って、それを教訓にしてやってもらいたいっていう、僕自身もそういうふうな立場なんで、もうそれこそ彼女もね、まだサンテレビガーズなって間がないじゃないですか。うんうん、やっぱりみんなそういう体験、経験を今してるところだと思うんで、はい、もう失敗も人生の勉強だと思って、はい、それがまた成功につながるから。なるほど。はい、それなら転び八起きの人生、檜山さんということで。